マスの5ヶ月前か今日が。調子は絶好調だな。で、なんでもこのギャンスタ原料がよくよくは DVD ブルーレイ化されるらしいから、今までざっくり撮ってたけど、これから毎日朝と晩撮ってくれってなっちまったよ。めんどくせえよ。なんかあれらしいよ、みんな成功者とかはさ、どうやって成功したかざっくり語るじゃん。どうやって筋肉をつけたのかもざっくり語るじゃん。だけど視聴者っていうのは本当はもっとその細かい間のページをすげえ気にしてるらしくてさ、そこに成功の鍵があるんじゃないかっていうことで、もっとね早送りとかスキップとかしないでサトル365を24してくれってことだから、まあしょうがねえよ、多額のお金にハンコを押すはめになるからな。やってやるよ、そのためだったら。トレーニングに関しては、まあ、右の肩が痛い以外に問題はないよ。でも体もだいぶいい感じになってきてると思うよ。どうしてもね、カメラ越しだと伝わんないと思うんだけど、だけどいざ俺を目の前にしたらひっくり返っちゃうと思うよ。少しトレーニングの、まあ、内容っていうか、その関節がね、やっぱ肩も痛いし、で毎日ダブルで回してるっていうのもあって、その関節とかさ、骨とかそういうのが多分ダメージ受け始めてるから、もちろん重たい重量を狙っていくんだけど、重量を狙うっていうよりかは効かせるやり方で、こう筋肉に対して効かせたい部位に対してめちゃくちゃ効かせる。そこにはこのイメージとかもすごい重要でさ、イメージって筋トレとイメージがどう関係してくんだよって、右も左も分かんねえやつは上も下も分かんねえか。トレーニングする上でイメージってのはすげえ大事で、今どこに効いてんのかとか、10キロの重さでも100キロをイメージするとか、そういった類で思想は現実化するから、イメージは具現となってその形を表すから、俺の今のこの姿も2年前とか3年前の俺がイメージして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 引き寄せよ引き寄せよ、2年も3年もかかったよ。くそったね。だけどこっから巻き返していくよ。突然いきなり金が空から降ってくるように明日明後日人間が変わるってことはねえんだよ。全部積み重ねで因果応報で自分が望んだように形は変わってくよ。でずっと俺は強く願ってたんだよな、2年前3年前、金がなくて、だけどトレーニングがしたくて、パーソナル1回1万円どうにか頑張って週2回受けて、クソみてえなやり方を一から覚えて、クソまじい鶏胸肉をアキリを超える限界突破まで食ったよ。どれだけ皮を剥いできたかなんて数えきれねえよ。クソみてえなボロのアパートで元カノが買ってくれたフライパンと鍋を毎日使って必ず結果を出してやるって。だけどそれでもうまくいかねえや。だから毎日イメージしてよ、強く。この埋まってるタトゥーもそうだよ、その頃からデザインはもう浮かんでて、それをイメージすんだよ。そしたら具現化されんだよ。まあわかんねえと思うよ今の俺、お前らに言っても。だけど
俺は確実にある王になるイメージを具現化させた時、てめえらは嫌でもそれを目にする羽目になるよ、クソったれども。まあ、メリットしかねえから、いきなりメリットって言われても難しいな。背中はとにかくでかい筋肉だから、鍛えれば基礎代謝が上がってこれから始めるような初心者軍たちは太りにくいからができていいと思うぞ。それにたくさん鍛えれば背中に鬼が宿るしな。そうだな、何を考えてるってよりかはむしろ邪念をかき消すことに力を使ってるって言った方が正しいな。浮かんでくる、怒りとかをエネルギーに変える感じだよ。曲に関してはその時々だよ。最近は昔の曲を聴くのにハマってるな。リルダークのファーストアルバムとかセカンドアルバムとか、2012年2013年とか新しい発見があって面白い。まあ何でもそうだけど、怪我しないようにゆっくりじわじわ頑張ればいいんじゃないな。じゃあまたな。背中のトレーニングが終わったよ。背中のトレーニングは難しいだろ。みんな聞いてる感じが分かんねえとかさ。分かるよ、俺もその中の一人だよ。よく背中が大きいとか言われるんだけど、トレーニングに関しては背中が一番難しいな。はっきりと自覚してるよ。もし俺が背中に対して本気モードになった時、俺の背中に鬼が宿るだろうな。だけど今はまだおちゃらけだよ、おちゃらけ。俺にとっての背中はそうだな、三股四股の次の女か、それぐらいだよ。だけどいつか熱中する時はあると思ってるよ。何事もいつまでも逃げて通るわけにはいかねえからな。んで大したことはないんだよ、何の意味もない。で背中のトレーニングが終わって、で有酸素運動をしたわけなんだけどさ、その有酸素運動に自分の動画、まだ未公開の YouTube の動画を確認したり、そういった作業をしてたんだけど、まあはっきり言って俺の動画は面白すぎるよ。ためになるし、他の YouTube で例えば直木マンショーとかも俺好きだよ。直木マン見るし、あと中田先生も大好きだよ。あとは誰だろうな、頻繁的に見る YouTube、あナス D も好きだな。ナス D も好きだしとか、まあいろいろそんなんでさあるんだけど、その中でもサトルのギャンスタライフはかなり群を抜いて面白くなってきてるよ、間違いないね。あとお前たちがくだらないフィルターを取っ払って、この俺のツボにはまることだな。お前たちはまだ分かってないよ。なんつうのかな、あの黄色広告ばっかつくからさ、俺も言葉に気をつけてるんだよ。お前たち
ちょっと新しい呼び名をつけてあげねえとな。下痢？お前たち下痢はさ、なんて言うんだろうな、もう下痢なんだよな、本当に。下痢だからしょうがないんだけどさ、まあ、いつか分かる時が来るよ。いつか分かる時が来たら自分の成長に、自分が成長したんだなって思えな。お前たちは下痢なんだから、下痢が成長しようが大して変わらない下痢なんだからさ、あんまでけえ顔しねえでクラスの隅っこにいりゃいいんだよ。しゃらくせえな。